久保、久保、久保、久保優太、お前何してんだよ、久保優太、お前マジで離婚しちゃったんだって？ライジンで柴田に負けて、いろいろリセットしたくなっちゃって、お前離婚まですんのかよ、久保、何やってんだよ久保。結婚って、結婚っていうのはな、そんな簡単に生半可な気持ちでするもんじゃないし、離婚だってそんな簡単な気持ちでするもんじゃないんだよ。お前そもそもバツイチだったんだろ？2回目もこんな簡単にしょうもない感じで離婚すんのかよ久保。お前リセット症候群だろ久保。なんかちょっとうまくいかないことがあると全部リセットしたくなっちゃうんだよな久保。でもそれは違うぞ、それは違う。夫婦っていうのは順調な時もうまくいかない時も力を合わせて二人三脚で共に歩んでいくものなんだよ。そんな簡単にリセットするようなもんじゃないんだよ。サラ、サラもだ、旦那の久保優太がアスペルガー症候群ならこうやってリセットしたくなっちゃった時、迷ってる時に嫁であるお前が手を差し伸べなくてどうする。こんな時こそ嫁さんが支えてやんなきゃいけないんじゃないのか。久保、サラ、考え直せよ。お前の気持ちもわかるよ。柴田に負けたのはとてつもなく悔しいよな。もうこれまで築き上げたものがゼロどころかマイナスまでいってるもんな。お前の気持ちもわかる。でも、でもだ、これまで久保優太っていう名前を知らなかった人も今回の事件で知ったじゃないか。良くも悪くもだが知名度は上がった。これをピンチにするのかチャンスにするのかはお前ら夫婦次第なんだぞ。久保優太、サラ、俺に提案がある。俺と再戦しないか。パチスロで番長ゼロっていう台が最近出たんだよ。ゼロからまたやり直さないか。ユータとサラと柴田3人で
並び打ち、番長ゼロで再戦しないか。ユータ、サラ、あえて開き直って柴田とコラボしようぜ。そんぐらいのずうずうしさ、ずぶとさ、面の皮が厚くなきゃ YouTube では生き残れない。もう恥かいて恥かいて、もうとくとん下まで落ちたんだから、もうここは開き直って柴田とスロット打とうぜ。返事待ってる。サラちゃんのインスタは俺がフォローしたから、サラちゃん連絡くれ。見てらんないよ、3人でスロット打とう。俺が救ってやる。じゃあ柴田でした。友達も明日を切らずにいられない。